ただいまあ。お帰りなさい。ロマンスなんて気づかないふりしたい。外出てあなたを少しだけ忘れたい。イヤホンがブルース騒ぐ春色したブルー。ちょっと横失礼、喫茶店あっちなもんでね。ポケットがしらす重なる未読のメッセージ、メモが聞いているのに小さく隠して忘れたい。頭の隅少しの間お休み、書きかけてかけて暗い心ってタブ、初めからもう気づいていて、まだ認めたくはないと独り占めしたいとのジレンマ。離れた方がいい、繰り返し呪文のように、もしかしたらに姿はまあ、ざわめき出した胸を無視して、二つの自分を家にいた。お帰りなさい。といや、これはですね、仕事疲れで白昼夢を見ると。おーい、まさか俺無意識に婚姻届を役所に。そんなわけないでしょ。お兄ちゃんお帰り。あ、こんばんは。お邪魔してます。同じクラスのさつきとるりだよ。こんばんは。すみません、お台所をお借りしてました。文化祭の準備学校で終わんなくて、うちに集まってたんだよね。そっか、何やるの？和風喫茶です。そこで出す試作のクッキーを作ってたんです。頑張ってるね、偉いな。ありがとうございます。誰この爽やかな男、これが女たらしスキル。ねえ、クッキー冷めるまで私の部屋にいようか。さっき焼いたシフォンケーキ食べてみようよ。あ、そうだね。賛成。ああ、俺も自分の部屋にいるよ。はいはい、ごゆっくり。エプロン新妻一華さん、最高。やばい、めっちゃイケメン、リオのお兄ちゃん。大人の余裕みたいなのがもう、学校の男子なんか比べ物にならないっていうか。背も高いし、スーツをしっかり着こなしていて、何より高そうなスーツなのに嫌味な感じがしなくて、むしろスーツの方が着てもらってるというか、上品なのよ。ちょっと、今日りょうさんいないんじゃなかったの？いや、今日は遅いって言ってた気がしたんだけどね。うっかり。ああ、二人ともりょうさんの毒気に当てられて。ねえねえ、いちかもりょうのお兄さんイケメンだと思うよね。ええなんかこう、うん、メンズ雑誌とかに出てきそうだよね。おしゃれなやつ着て。ああ、わかるわ。でも私としては白タキシードとかギャルソンも着たら似合うと思うの。医者コスも似合いそうじゃね。ナイスね、それナイスだわ。ああ、でも和服も捨てがたい。いいとおかしい。いちかはお兄さん何が似合うと思う？なんだかんだでスーツが一番似合ってるんじゃないかな、なんて。リオ、お兄さん何個上なの？10だっけかな。結構離れてるね。なんか仲良さそうだよね。うちも兄弟いるけど、いつも喧嘩してるよ。でも昔はあんまり好きじゃなかったんだよね。え？昔ね、昔。小中学生の頃はあんまり話もしなくてさ、結構家にトラブル持ち込んできた時期もあったんだよね。何なんだあの女は。
俺も迷惑してるんだよ。どうせお前が1ヶ月ことばかりしてるせいだろ。さっきうるさかっただろ。何が？下で俺と父さん。イヤホンで音楽聴いてたから分かんなかった。ならいいけど。そう思うなら喧嘩しなきゃいいじゃん。ムカつく。家を出てからはほとんど顔合わせることもなくなってたんだけど、最近は結構家にも帰ってくるし、共通の話題ができてよく話すようになったんだよね。はい。リオ！え？イチカさんのこといろいろ教えてくれ。誕生日は？趣味は？ああ！彼氏はいるのか？なんだよ。いや、必死すぎて。ごめん。そのおかげなのか、雰囲気前よりも良くなったし、今は結構仲いいよ。へえ、いいな、羨ましい。はーい。あ、何？これよかったら作ったお菓子と一緒に。おお、ありがとう。うわ、すみません。ありがとうございます。リオ、そんな風に思ってたんだ。あ、これイチカさんのな。ん？ああ、はいはい。はいよ、どうぞ。ありがとう。あら、見て、ラテアートだわ。うわ、すごい、かわいい。私猫だわ。私ウサギだ。はい、いちかの分。ありがとう。いちかは何だった？って、もう混ぜちゃったの？あ、ごめんごめん、つい。あ、アルマジロだったよ、アルマジロ。アルマジロ？すげえ、見たかった。お邪魔しました。あ、いちかさんを送っていかなきゃ。どう？ありがとな、リオ。え？俺が帰ってくること、いちかさんに黙っててくれたんだろ。まあね。おかげでいちかさんのエプロン姿が見られた。どういたしまして。でも、もしいちかを悲しませるようなことしたら、応援するのやめる。いくらお兄ちゃんでも。肝に銘じとく。いらっしゃいませ。一人で始めちゃってんの？ひどい。遅刻してきたくせによく言えるな、マスダ。はいはい、すんません。あ、すいません、こいつと同じので。どうよ、課長代理、仕事の調子は？別に普通。今度可愛い OL 紹介してよ。お前こそどうなんだよ、フリーカメラマン。あ、え？パリでカメラの仕事したって言うと合コンでモテますぜ、旦那。へえ。その仕事、ヨーロッパの腹巻きっていう写真修行だったんだけどね。ん？ああ、俺辞めたんだよ。え、いつ？つい最近。何？健康のため？別に、ま、自分のってより人のためかな。あのさ、風の噂で聞いたんだけど、お前女子高生に手出してるってマジ？どっから聞いたんだよそれ。マジなの？さすがリョウさん。いや、手は出してないというか、まだ俺の片思いだから。何その反応。お前が片思い？女子高生に？そうだよ。今まで自分から告ったことない下半身、最低顔だけやろうが。うるせえよ。マスター、聞いた？片思いだって、めでたい赤飯炊かなきゃ。お赤飯ください。はい、ただいま。あるんだね。なんなのお前。え、シャメはどうしたんだろ。死んでもお前には見せない、汚れる。ケチ。あ、じゃあきっかけはどこで知り合ったんだよ。
下手すると死にそうだったところを助けてもらった。キャー、何それドラマ。てかお前が助けてもらったの。しかも貧血っぽかった見知らぬ俺に自分の弁当までくれて。電車とかで飴くれるおばちゃんみたいだな。一緒にすんじゃねえよ。でその後また偶然会って助けてもらったお礼するって俺言ったんだよ。分かった、お前体でお礼するとか言ったんだべ。え、言ったの。うわ、ねえよ。そしたら気持ち悪い、何考えてるんですかって言われて。うん、すごい言うねその子。うん、でなんか、うん、好きだなと思った。なんかりょう、お前 M 系あったの。さあせが、うん、それってさ、命助けてもらって弁当もらったんだろ。そう、今までお前の女性に通用してたもんがその子には通用しなくて、単純にああこの子すごいな、好きだなってなったんじゃね。そうかも。まあそっちの性癖に目覚めてしまった可能性もあるけど、なんかこんなの初めてで自分でも、うん、よくわかんない感じ。だから何その反応。何これ、なんかこっちが恥ずかしくなってきた。とっても甘酸っぱい気持ち、カシオレな気持ち。マサ、カシオレください。はい、ただいま。いやー、お前とは中学からの付き合いだけど、こんなお前初めて見た。ねえりょう、今日カラオケ行こうよ。ねえねえねえ、お前返事くらいしてあげれば。ねえりょう、今日うち来ない。今日は私のうちにして。ねえねえ、お前変わんねえな。もう私応援しちゃう。今夜は私のおごりよ。なんでよ今日お姉キャラなんだよ。でどんなアプローチかけてんの。別に大したことしてねえよ。そうだな、例えば毎日花を送ったり、出張先のお土産を送ったり、うん、あと彼女の好きなもの詰め合わせセットを送ったり、うん、俺のせいになった時の生命判断の結果を送ったり、うん、でそれを嫌がってる反応が最高に可愛い。ええー、こいつ片思いと同時に変な扉開いたっぽいな。そうだ、その子に電話してみようぜ。は、声聞いてみたい。スマホ貸せ。おい返せよ。まあまあ、お前のことアピールしてやっから、友達として。電話帳のいちかさんってやつ。いちかちゃん、やこれね。出ねえの。いちかさんは10コール以上鳴らさないと出ない。します。今何時だと思ってるんですか、この非常識。もっと常識を社会から学んだらどうですか。おやすみなさい。ごめん、怒らせちゃった。あ、別に、いつもこんな感じだから。いつもなの。すげえな、いろんな意味で。なんか声が違ってた気が。まあいいか。すみません、ラーメン2つください。すみません、うちは和風喫茶なのでございません。え、ラーメンも和風じゃね。じゃあスマイルください。お品書きから選んでくれますか。ああ、やってくれないの。じゃあ胸何カップか教えてください。あの、ご注文を。バカだ。ねえねえ、ラーメンならさ 3-2 でやってたよ。案内してあげよっか。あと君ら、まだ注文決まってないなら俺ら先に頼んでもいい。ダメ。どうぞ。学校の机ってこんなんだっけ。懐かしいな。で、例の片思いの子は、俺今日はその子見に来たんだからね。多分どこかに。リオ。
足りてる？あ、すみません。お姿お取りしてもよろしいですか？行動と発言の順番間違ってますよね。やっぱり来たんですね。はい、今日は張ってでも来るつもりでした。冗談に聞こえませんよ。あ、こんにちは。あ、こんにちは。寮の友達の増田です。独身フリーカメラマンです。寮さんの妹の友達の有馬一華です。この子が例の一華ちゃん？あ、なるほど。例の？おい、一華さん驚いてるだろ。ジロジロ見るな。涼さん、お友達に何話したんですか？え、何って？お待たせしました。俺がどれだけ一華さんを好きなのか。お待たせしました。シフォンケーキです。一華ちゃん、危なかった。クラスの子に聞かれるところだった。一華さんにあーんしてもらった。ね、ちょ、お前大丈夫なの？タマル、休憩行っていいよ。ああ、分かった。ねえねえ、リオのお兄さん来てるよ。私髪直してくる。私も。いらっしゃい。あ、リオちゃんだ。久しぶり。2年ぶりぐらい？どちら様ですか？なあ、覚えてないんだね。寮の中高の友達の。確か魚っぽい。あ、思い出した？酒田さん。うん、マスが酒にね。ある意味正解。お兄ちゃんたちもう見て回ったの？いや、これから見て回るつもり。共通の話題ができてよく話すようになったんだよね。一華、そろそろ休憩だよね。え、お兄ちゃん案内してあげてくれないかな。え、私が？お願い、私まだ抜けらんないし。増田さんは大食いにチャレンジしたいらしいからさ。え、俺そんなん言ってない。じゃあそれは。一華さん、案内よろしくお願いします。いいですか、3メートル以上離れてついてきてくださいね。はい。これ守らなきゃ帰ってもらいますからね。冷たいな。そういうところも可愛いんですけど。そういう発言も禁止。ただでさえ涼さん目立つし、友達に見られたら一大事だよ。本当。一華さん、お化け屋敷ありますよ。入りません？お一人でどうぞ。そうだ、言いそびれてましたが、和服姿素敵で。おっと、危ない。また一華さんを褒めるところだった。完全に遊んでますよね。ねえリオちゃん。何？一華ちゃんってどんな子？普通の子だけど。リオが片思い中なんでしょ？そうだけど。まさか本当にリオちゃんの同級生だったとは。一華は普通の子だけど、お兄ちゃんにとっては特別なんだろうね。そうだね。はい、残り時間10分です。頑張ってください。もう無理です、勘弁してください。お、そこの超イケメンなお兄さ ん、 ん、一回やってかないですか？ど真ん中に当てたらなんと屋台の食券500円分プレゼント。ビンゴならさらに豪華っすよ。へえ、どの屋台でも使えるの？使えます。じゃあ一回やろっかな。え、もうちょっとリョウさん。まあまあ、せっかくですし。頑張れ。ああ、惜しい。おお、ナイス。難しいなこれ。はい、一華さん。私運動神経良くないんです。絶対無理。まあまあ、一回だけ試しにね。え？頭と天井に当たって、まさかのど真ん中。一華さん最高。笑いすぎです。当たった人には本当申し訳なかったし。すみません、すみません、すみません。いや、当たってよかったっすよ。ダメだ、ツボに入った。久しぶりにこんなに笑った。いい加減何か食べに行きますよ。食券も手に入ったし。はい、確かにそろそろお腹空きましたね。私も休憩時間が。
危ない。大丈夫ですか？怪我は？あ、大丈夫です。ああ、びっくりした。どさくさに紛れて何するんですか？無意識に体が。もし友達に見られたらどう責任？何にやけてるんですか？あ、いや、すみません。不謹慎なんですけど、嬉しくて。今度は俺が一華さんを助けることができたから。一華さんはお腹の音も可愛いな。もう嫌。俺何か食べるものを買ってきますね。え、いや、一緒に行きますよ。慣れない着物ですし、またつまずいたら危ないですよ。ね。でも。まあまあ、何か食べたいものあります？いや、焼きそば。わかりました。ああ、ここの空き教室で待っててください。すぐに戻りますから。りょうさん、香水の匂いしたな。びっくりした。今日も変わらず空は綺麗です。